えー、TGC お疲れ様でした30代女、現在契約社員、ジム3年目、ミスが1人、かなり多く病院で検査したところ、自閉症と ADHD の診断を受けました、そこです,もんです、2年後には転職なのですが、ひろゆきさんなら転職をどうお考えになりますか、えー、職歴は正社員で縫製工,工場で2年強、2級婦人子ども服製造技能士の資格取得。各4時間半で2着のワンピースの製作試験、3年強フリーター所持資格は教員中高、家庭科、資格、色彩検定2級、えー、モスエクセル2016、ク師ン級を三回受け落ちました。 えっと根性があるんだったらあの外国の法制日本人って細かいミスをすごく気にするのであの細かいミスがあるだけでダメだよねってなるんですけどあの外国バングラディッシュとかに行くと細かいミスなんてどうでもいいよねっていう風になるんですよね。 であの日本でその島村ですとかユニクロですっていう売ってて、そういう国あの服屋さんって、割と海外の東南アジアとかに、その服の合成工場とかに仕事を振ってたりして、でそこら辺の,その統制を取れる人っていう日本人がいると便利だよねっていうのもあったりするので、なので、あの東南アジアの方に行っちゃうっていうのはありなんじゃないかなと思いますけど、日本だとそのミスが多いっていうのはマイナスなんですけど、他にに行くと、まあ、人間ミスってあるよね、そんなもんだよね。でちなみにあのバングラディッシュって、なんか3日に1回停電がするらしいんですよね。だあのミシンが3日に1回停まるとかで そのミスが多いとか以前にまず電気が来ないからミシンが動かないっていうなのでそれに比べたら人間のミスなんて大したことじゃないよねみたいなのあったりするので、ね、なのであのそういうあのなんか大雑把な国で働いた方が楽しく暮らせるんじゃないかなと思います。